はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきゃみです。今日は新しいマイクで初収録でございます。機動戦士ガンダムジオニックフロント前回の続きということで、ミッション8番からやっていきたいと思います。まずはミッションのね、説明受けていきましょう。我が軍の防衛ラインは連邦軍の攻撃により各所で突破された。指揮系統を失い、組織的な行動の取れなくなっている状況では仕方のないことだった。それでも一兵一兵が勇気を示し、確固に戦い抜いていたが、もはや連邦軍を食い止めることはできなかった。我が軍はオデッサから後退を始めた。各部隊を任されている指揮官たちは混乱を最小限に抑えながら、この困難な任務をやり遂げようとしていた。我々もまた合流ポイントを目指して進む。我が軍の防衛ラインは各所で突破された。このままでは敵に包囲される危険もある。他の部隊もなんとか後退を始めたようだが、この混乱した状況ではな。現在の我々の置かれている状況は非常に厳しい。敵包囲網の口が閉じる前にオデッサを離れ、ユーコンとの合流ポイントに向かうが、その前にやることができた。ここからそう遠くない場所でダブデが敵の攻撃を受けている。キャタピラをやられたのか、身動きが取れないようだ。そこで我々は敵の攻撃からダブデを守り、乗員が退避する時間を稼ぐ。急いで出撃準備にかかってくれ。以上だ。はい、というわけで今回、まあ、ミッションタイトル通り、ダブデを救出するという任務ですね。早速やっていきましょう。敵の第一波がダブデに攻撃を開始している。まずは奴らの総統が先決だ。我々の手によって第一陣が撃滅されたと知れば、連邦軍は左右の丘、そしてダブデ後方に陣取っている部隊を用いて総攻撃をかけてくるに違いない。総攻撃を受ければ全滅を待つこととなる。そこでこの3箇所の敵陣に対し先制攻撃を仕掛け、1箇所ずつ撃滅していくことが最善の策と思われる。そのためには作戦ルートを完成させなければならない。敵陣の位置はターゲットとしてマップに記しておいた。作戦コードを効果的に使い、密集突撃、包囲、強撃などを行えば必ず攻略できるはずだ。本当？大丈夫かな。とりあえずルート設定はちょっとこの後やるにして、先に、あれ、今回ブリーフィングないね。さあ、それではね、ミッション説明も終わりまして、ブリーフィング見たかったんですけど、ブリーフィングが今回なぜかなかったので、今回はいきなりチーム設定からとなっています。チーム設定の方ね、日記は個人的に連れて行きたいんで連れて行こうかな。そうだな、ただ誰と誰を入れ替えるかだね。で、マット軍曹の方、ショットガンが持てるようになりましたね。一部ね、こう武装とか機体が変えられる人が出てきたという感じですね。で、マニング軍曹って方はこちらのグフが使えるようになったということで、しかもメインウェポンミサイルランチャーだって。バルカンじゃないんだね。うわ、そうなるとちょっと連れて行った方がいいのかな。悩む。ニッキーを連れてかずにマニングを連れて行った方がいいんじゃないかとちょっと思ってしまうな。グフ3機の方がいいんじゃねえかな。いや、でも日記は連れて行きたいな。ここはちょっとマニングとレンチェフを変えて、これでやってみるか。よし、この3人でやってみたいと思います。どんな感じにしたかというと、ブルーチームが、日記になってます。残りの2人の部隊は、まずは右に最初に行ってもらって、ここの部隊を叩いてもらって、倒した後こちらの防衛拠点に来てもらうと。で、日記のブルーチームは最初に防衛の方に入ってもらって、こちらにいる左にいるね、この部隊を牽制しつつ、まあ、もしやれるなら激アムで持っていきたいって感じですね。で、あと奥にいる部隊、まあ、これはなんとかみんなが合流してうまくね、左右の部隊を蹴散らした後に、まあ、日記使って手動で倒せるのが一番ベストかなとちょっと今考えています。まあ、何が潜んでるかわかんないんでね。まあ、でも普通に考えたらこれだけの距離に離れてるってことは、なんか遠距離系の機体、ガンタンクとかまたいるんじゃないですかね、前回みたいに。
そうなるとちょっとスモーク持ってる日記で突っ込んでいくのがちょっといいのかなというのを考えてます。さあそれではこれでやってみたいと思います。ダメだったら作戦変えます。さあそれでは頑張ってやっていきましょう。友軍のダブで救出いきます。スタート。各チーム状況を報告せよ。ブルーチーム異常なし。レッドチーム異常なし。グリーンチーム異常なし。よし、作戦開始だ。ダブレとの合流を最優先させろ。急げ。さあそれではミッションスタートだ。やっていこう。意外と暗いマップだな。あ、もう敵いるわ。RX77 ダミーか。いや、ダミーじゃない、これは。まずい。おい、みんな、俺はまだ外にいるんだぜ。置いてきぼりにするつもりじゃないだろうな。ん？なんだ今のは。攻撃を受けたのか。ちょっと待て、何か赤い光が。うわっ、ホワイトベース、カイ、ガンダム、やられちまう。左ダブルを撃ってやがる、こいつ。よし、止めた。さあ、今回は前回の戦闘の反省を生かして、今回マシンガンにしてあります。バズーカだとね、なんかちょっと発射までのタイムラグが長いのと移動しできなかったんで、そこはね、ちょっと辛かったんで書いてあります。さあ、マシンガンが速い速い。このゲームにおいてはマシンガンが優秀ですね。よし、これでダブテ周辺は完全に守りきった感じだな。あと向こう2人も任したけど大丈夫だな。よし、あれを殲滅したら多分ね、こっち戻ってきてくれるから、その間に今、こっち側にいる部隊先に殲滅できるようにしてしまうか。特にいない感じか。いないな。あれいない、あれいないな。レーダーに何も反応ない。移動してんのかな。まあいいや、まあとりあえず防衛拠点の方は完全に2つの部隊に駐留させるんで、まあ、それで問題ないでしょう。どっか移動したんだろうな、きっと。とりあえず多分下の方にいた部隊のやつ、マップ下にいたやつは多分そんな移動とかしてないんじゃないかな。おそらく遠距離武装を持ってるような機体が潜んでんじゃねえかと踏んでんだけど、あんだけ距離わざわざ離れてね、配置してるってことはそうじゃないかな。そろそろ警戒しよっか。この右上ぐらいでしたよね、確かは、の現在地から。確かそう。あ、いた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 。いるな。こっから慎重に行こう。焦るな。まだ焦る時じゃないぞ。で、部下が勝手に打ち出したりしてな。おお、まだ射撃命令下してねえぞ、みたいな。近いか。そろそろいると思うんだけど。いたいたいた。よし、後ろから倒せた。いいよ。ちょっとスモークも大丈夫か。まだなんかいるな。あ、いるいるいる。あれ、俺も撃てない俺も撃てないんだけど、まあ、いい。このスモークはこの霧が晴れた時はお前たちの最後だ。ロックオンして先に撃てるからね。よし、よしよし、いいよ。よしよしよし、いい。完璧、作戦通り。解除されるのがいきなりすぎんだろあ、いた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 、なんかいる。あー、やられた。この野郎よくもやってくれたな。よし、リロードして OK。 いやー、うまくいきましたね。殲滅。あと左にいたはずの部隊はどこに行ったんだろう。後から来るってことかな。増援として来るならそろそろ来るってことかな。あ、いた、いた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 、タンクだ。あ、タンクなら正面切ってもいいか。あ、やだやだやだ、ちょっと角打たれるのやばいからこっちも。よし、倒した。待て待て、なんかいる。他にもなんかいるな。あー、いる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 。ちょっとスモーク、なんかあの動き見ると嫌だ。あの動きしてるの見るとガンダムを思い出す。で、他の部隊も連れてこう。一気だけじゃ危ねえ。さあ、煙幕張ってる間に一気に接近しよう。あ、待って待って、なんかいるぞ、あれ。
まずい、あれガンキャノンだろ。うわお、まずい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 。行かなきゃ。よし倒した。おすごい数。よし攻撃だ攻撃。倒してる倒してる。いいよ。うまくいきましたね。敵の撤退を確認。我々の勝利です。我々はダブで乗員を救出することに成功した。オデッサで戦う将兵の一人一人が勇気を持って戦い、結露を開いて後退していく。そして我々もまた迫り来る敵を食い止めつつ合流ポイントを目指す。というわけで今回ミッションの結果の方、今先ほどご覧いただいた通りランク A ということでね、割と作戦当たってくれましたよね。いや1日だけの休日、非常にね楽しいゲームができました。ミッション1つだけなんでね、また次回また1つ進めていきたいと思います。新しいモビルスーツまた配備されたってさっき表示出てたから、まあ次回ねそろそろドムとか乗れるんじゃないかなってちょっと期待しちゃうんですよね。やっぱグフも出てきてるし、まあ時期的にもそろそろドームが配備されてもいいんじゃないかなって思ってるんで、まあそれもねちょっと楽しみにしながら進めていきたいと思います。まああとはちょっと気になってるのは、まあ、ガンキャノンガンタンクこんだけ出てきてますけど、もう一つねエイガー少尉って途中でガンキャノンで戦った連邦のエースいましたけど、あいつどうなったんですかね。全然出てこないですねあれからまあまあ普通に行けばジャブローで当たるのかなっていう気もするし、もうしばらく違うミッションが続くってことかな。他のとこでもう一回ぐらい戦ってんのかなと思ったけど、意外と何も戦ってないんだなっていう途中で一回やったあれっきりっすよね。そのうちあと一つ二つやれば出てくんだろうと思ってるんでね。はい、というわけで今回ここまでにしたいと思います。それでは皆さんまた別の動画でお会いしましょう。失礼します。